雨の中のあなたを思い髪を伝う男の料理旅です。昼食でございますが、なぜこのような状況かと言いますと、娘のためにお弁当作りました。だけど結局いらないことになりまして、仕方がないのでまた仕事します。久々のお弁当箱作りしましたけど、紹介してもらいます。白飯です。これもレトルトで作ったやつ であとは、ちょっと箸で失礼します。いや、なんかこれ生焼いたつもりだ。これが、卵焼き、目玉焼きみたいな卵焼き、あとポールウィンナー、赤いビニールがかぶったようなポールウィンナー、これなぜか生が玉ねぎ入ってますけど、玉ねぎと豚肉を炒めた、焼肉たらげみたいな感じ。あとこれはもうすごい便利なもんで、レトルトの、冷凍の、スパゲッチ。寂しい、娘に食べてもらえへんのは寂しいんですけど、お弁当を家で食べます。これだけでは寂しかったんで、もうだいぶ経ってますけど、シーフード丼、いきます。胡椒とあと、すりごしょう、これもプールでいいですね。よし、あと、ノンアルコールの、ドライゼロ、これちょっと新しいもう一回出します。今日休みなんですけど、ビールも飲んでもいいんですけども、キリないんで、これも同じような感じですけど、ノンアルコールでいきます。よっしょ、まずは、ラーメンがどんどん伸びていく。乾杯。いつまでもずっと、このビールがクオリティが高い。ノンアルコールでも普通のビールとあんまり味は変わりません。シーフードヌードルになります。ちょっと濃い。お湯入れます。普段はね、嫁さんが、仕事行くときはね、弁当が作ってくるんですけど、嫁さんはね、今ちょっと用事で、買い物で出てるのと日帰りがあったんで、眠れない夜でさえ。
れでもないぞ。ちょっと、それでは、お弁当いただきます。玉ねぎも、目玉焼き、目玉焼きみたいに焼くようにして潰して、ただ固めたらいいです、うまっ。私の動画の中で、一番、再生視聴回数が多いのが、このお弁当動画なんですよね。唯一これも娘のために作ったんですけど、お弁当動画1本だけ出してるんですけど、それが唯一、1万再生を超えてます。そうでしょうか、ね、それだけですね。僕は料理動画も腐ろうとはしてないですけど、1万動画超えた、なんとお弁当動画です。お弁当って人気あるんですかね。普通にね、家で、まあ、お弁当食べてるんですけど、何か、まあ、普通のサラミ入って食べてるよりも、なんか、美味しく感じます。気のせいでしょうか。気のせいでね。で、ご飯レトルトなんですけど、めっちゃうまい。朝日さんよりは良くなかったですね。朝日は最高です、あとこのスパゲッティもこのレトルトです。すごい便利やね、めっちゃいける。家で弁当食べれるってことないんですけど、今日はたまたまね、まあ、娘がいらんということで、なんじゃえと思ったけど、めっちゃうまいです。たまりません。感動です。
うまっ。うんうん。この豚とね、玉ねぎの炒め物も焼肉のタレで炒めた。めっちゃうまい。うん、中断します。電話が入ってきたんで。もしもし、はい、はいはいはい、うんうんうん、飯中やけど、うん、飯食べてるけど、いいよ、はいはい、うんうん、うん、はいはい、うん、はいはいはい。え？うん。はいはいはい。はいはい。うん。うん。はいはい。うん。はい。うん。うん。そんな親しい人おる？親しいというか、うん、あんまり、うん、あんまり、何人もおれへんやろ、そんな。そんなやつもう、キリないからね。思ってるように、できんにやったら、まあ大変なあれになる。大変じゃなかったら。詰まってるじゃ詰まってるしね。わかりました。はい、いいよ。はいはい、わかりました。はいはい。めんどくさいな。
何やこれ。
レトルトのご飯のうまさ、めっちゃうまいです、最高のひとときでした。ごちそうさまでした。またアップします。よければチャンネル登録もお願いします。弁当、いつも嫁さんに感謝。以上です。